はい、おはようございます。お疲れ様です。あのさ、お金って瞬時にこういろんなほら種類あるでしょ、うんうん、玉ね、1円、5円、50円みたいな。あれを、あ、コイン、コインの方。あれを、ジャラジャラってお釣り出すって返された時に、ちゃんと合ってるかって分かんないといけないですか。まあまあ ね、多ければ多いほどね。うん、そうでしょ、うん、で、それをで瞬時に見分けられるかを、今からやってみたいと思います。なるほど、ね、瞬間でいくらあるか、瞬間でいいか、はい。しかもこの見づらいザルみたいな、コムソーが被ってるやつだ。そう、そしてコムソーやってね、これチリンチリンやつ、はい、いや、いるいる、目見えるよ、ね、カッパに見える、どんどんカッパだ、そうそうそう、いいっすか、何これに、だから、うん、適当にジャラジャラってやるの、そうなの、こんなのいろんな種類のがあるの、無作為にいい感じで取ってパッと出さないと、ジャリっていっぱい取りすぎると今度1000とか入ってない、大丈夫、1000とか入ってない、バーツしか、今度も入ってない、今度も入ってない、新500円玉も入ってない、入ってない、入ってないよ、モノミンシュのとかも入ってない、入ってないよ、入ってないよ、モノミンシュの入ってた、ベガスのコインも入ってない、ベガスとか入ってかもわかんない、だからいくら20円いいとこ、でもなんかいっぱいいろんな種類が入ってる、これでもさ、ず、うん、んちゃん持っててるだけでちょっと不利じゃん、そうか、こっちは掴めるからさ、掴めてもでもいろんな種類ありすぎて分かるぞ、だからこれと、あ、そうだね、なんか掴もう、なるほどね、それがいいね、そうすれば分かんない、そうだね、そうだね、50円玉1個だけ持って、もうこれ5円だ、50円だ、あ、そうかそうか、なるほどね、やったね、やったね、バグるか、しないけど、どういう風にするんだって、3人であでっこする同時で、せーのでじゃないって言われましたけど、そうだよね、いいんだよね、持ってる人来るだから、でも、握ってみたかった、分かんない、全然見当つかない、つかない、意外と分かんない、そもそもが自分のやつもいくらかわかんない、はい、いきますよ、はい、せーの、数えろ、数え、1385円、さあ一番最初に言った1787、もう答え出てる、1500、俺正解じゃない、え、俺じゃ言いましょう、いや、変顔してよかった、そうそう、それはずんだの回、シフィグしてね、ずんだの回、何も食べてる、でも一番近い、多分近い、これは外れた、これはこれ百円玉かどうじゃん、ですね、というふうにやります、さあ早速やっていきます、これでピタッと当たった方にはちょっと高級な、あ、なんかあんの、コーヒー、うん、商品あるよ、なんだ、早く言ってよ、コーヒーもしくはアクエリアス炭酸をプレゼントしようと思います、コーヒーの方がいい、コーヒーの方がいい、アクエリアスの炭酸、そんなのあるの、うまい、うん、うまいな、あの、美味しいんだ、冷たく、そう、美味しい、はい、いきますよ、はい、せーの、じゃらん、1、はい、1137、あ、何やねん、その隠し方出た答え、1138、ごめん、隠すって言ってなかったな、言わなかったね、1137、いいですね、1232、はい、1138、いきますよ、はい、正解は12で間違えたもんな、50円玉か、あ、123、ん、1138、あ、正解だ、お、あ、たったらー、違う、違う、すっごい、じゃあコーヒーか、コーヒーか、コーヒーがいい、コーヒー、でもアクエリアスの炭酸も飲んでる、飲んだことない、このアクエリアス炭酸はこの時期だけ自販機で売り始まるんで、毎年夏暑い時めっちゃ美味しいよ、クレープフルーツ味です、じゃあ5秒でペッと隠すことにします、5秒で、5秒でいい、うん、いやもう任せるよ、任せる、じゃあ5秒で隠してからみんな順番に言ってくからね、ですね、そうすると確実じゃない、そうしましょう、はい、取り方だよ、いや取り方じゃん、取り方、取り方関係ない、だって取りすぎって本当数えるの大変じゃん、なるほどね、いきますよ、はい、せーの、1、2、3、4、5、はい、2285、2285、2280、覚えた、自分の、うん、私は覚えてないからね、いきますよ、せーの、じゃん、さすが会計士、22じゃねえよ、23いってるわ、あ、本当だ、隠れてる、3、待ってて、1円玉もあった、26、2326、全員外れだ、全員外れ、
1円玉見えなかったな。チャンネル登録よろしくねー。